Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。Welcome back, everyone! この番組はポッドキャストのことを研究できる、ポッドキャスターを助ける、ポッドキャスト番組をお届けしております。今日のトピックは、音が割れないように収録するコツをお届けしていきます。必ずどっかでやっちゃいますね、クリッピング、音割れ。それを避けるコツをサクッとお届けしていきます。最後まで聞いていってください。それでは、Here we go!最初に余談なんですけど、最近このオープニングの BG 気に入っていてですね、あの番組紹介、タイトル紹介と、なんか曲紹介っぽい感じの尺ですごくね、気に入ってます。まあ、anyway、そう。では、トピックいきましょう。今日のトピックは、こちらでしたね。音が割れないように収録するコツ。さあ、行きましょう。音割れ、避けるコツあります。ですね、まず一つ目がボリュームメーターを見るということですね。ボリュームメーター、これはなるべく収録している最中にこのボリュームがどのくらいで取れているのか、それをですね見ながら、まあ睨み合いっこはしなくていいんですけど、なんとなく見ながら、あ、ちゃんと音出てるなっていうのね、確認しながら、いわゆる目視しながら収録するっていうことが非常に大切です。あのボリュームメーターないよっていう場合はですね、パソコンの、もう本当にパソコンのですね、メーターですね、パソコンにある設定の中から、例えば Mac だったらサウンドとか行くとですね、入力レベルというのがあるので、その入力レベルでマイク挿した時に、この何赤いところまで、いわゆる全部メーターが振り切らない、そんな状況を作り出すことが理想的です。今 MacBook Pro 16インチで見ながら収録していますけども、入力レベルだいたい6分の5ぐらいまでメモリがいくぐらいなところまでですね、見ながらメーターで収録しております。これが全部振り切っちゃうと音割れするので、実際どんな音になるのかっていうと、ちょっとリスナーの皆さん、音割れますよ。いいですか？例えばですね、こんな感じになっちゃうんですよ。これめちゃめちゃ聞きづらいですね。こんなの20分も聞かされたらもうこれは地獄じゃないですか。だから、まあちょっと下げてます。下げてます。だいぶ下げますけど。はい、今みたいな音にならないように、撮った音があんな音にならないようにするのが非常に大切でございます。そのためにまず一つ目が、メーターをしっかり見ながら収録しようということです。でですね、これ Mac の場合になって申し訳ないですけど、Mac にはですね、このデフォルトでボイスメモというアプリもあります。そのボイスメモのアプリに、まあパソコンにですね、Mac に、例えば USB マイクとか、例えば Blue Yeti とか、あと AT2020 の USB 版とか、つないだ状態で収録すればですね、収録しながら、まあ、割れてないかなって見ることができますので、ぜひそのようにですね、まあ、収録、ちゃんと音割れ確認していただきたいなと思います。で、オーディオインターフェースとかお持ちの方でしたら、まあ、オーディオインターフェースに表示されるメーターですね、オーディオインターフェースが付属しているアプリのメーターをしっかり割れない程度に見ておくということが大切になっていきます。そして、2つ目のコツがこちらになります。大きな声で割れないギリギリに原因を表せる。最初に紹介したボリュームのメーターを見つつ、でですね、まあ、割れないところで合わせていくんですけども、そのどれぐらいのかっていうところはですね、非常に難しいところなんですが、大きな声を出した時にギリギリこうなんかこう割れないというか、そのぐらいのレベルに合わせておくと非常に音調整がしやすくなります。いわゆるこれは原因の調整なんですが、小さすぎてもまたまたね、その後編集で持ち上げるの大変なので、ある程度、まあ、ポッドキャストに使える、原因にですね収録できるようにしといた方がいいですね。で、例えばわーとかわーとかこう叫んだ時に、まあ音割れしないなっていうレベルですね、クリッピングしないなってギリギリのレベルで、合わせておくと非常にいいですね。普通
その大きなわーって叫んだ時の すごいでかい音で割れないギリギリに合わせておいて、その状態で普通で喋ると大体、まあ、あのいい感じのですねボリューム感になりますので、大きな声を出した時にギリギリで割れない、ギリギリ振り切らない、メーターが振り切らないところで合わせておくと非常にいいでしょう。まあそれでももしかしたらちょっとこう人によっては声の声量感によってはですね割れちゃう可能性もあるのでその辺お気をつけいただきたいんですが、まあね、大体経験値的に言うとそのぐらいがいいかなというところにあります。そして3つ目がこちら、もしあったらコンプレッサーを緩くかけておく。そう、コンプレッサーというのがありまして、これはまあオーディオインターフェースとか編集アプリについてるかついてないか、まあ、リスナーさんによるんですけれども、その中で、コンプレッサーっていうのがあります。今私は、このロードキャスタープロ2っていうオーディオミキサーインターフェースを使っているんですが、その中にもコンプレッサーっていうのがありまして、コンプレッサーをかけているので、今、まあ、大きなわーっていう音出しても、なんか抑えてくれてます。まあ、コンプレッサーはプレスなんですね。こう大きな音はまあまあちょっと小さくしないよみたいな、で小さくなったら、まあ、小声になったら大きくしてくれる、ね、そう小さな声も大きくしてくれるって、そんなメリットがあります。試しに今コンプレッサーをですねかけた状況から外していきますと、今コンプレッサーかけていない状況なので一気に声が大きくなったと思うんですよね。はい、そんなことがあります。これでわーとか言うとめちゃめちゃ大きいですよね。わーって言うとめっちゃもう大きいじゃないですか。で、コンプレッサーかけて、わー、わー、わー、あ、すごい収まってますよね。で、コンプレッサーかけないともう一回ですね。わー、わー、かけると、わー、わー、全然違うんですよ。はい。だから、コンプレッサーがあるだけで、まあ、かなりこの割れちゃうっていうのは抑制できちゃうんですよね。うん。だから、コンプレッサーがあれば、ボリュームも何も関係ないかもしれないですけど、ない方もいらっしゃると思うので、先ほど紹介、ご紹介したボリュームメーターを見るということと、割れないギリギリで原因を合わせるというのがありましたが、どうでしょうかね。やっぱ、結論はコンプレッサー使えでいいのかもしれないですけど、そのぐらい便利です。はい。コンプレッサーを、まあ、強くかけすぎなく、緩くですね、緩くかけるぐらいか、今、敷地マイナス18デシベルで、かけてます、これもしかしたら強いかもしれませんが、緩くだとまあマイナス 7.8、 これでもちょっと割れちゃう可能性がある、かな。うん、あ、強くかけるともうこれかなり強くかけちゃってますね。これがキュッキュッしちゃってるので、まあ私はマイナス18に今落とし込んでるんですけども、人によってはこれが変わるかでもいいのかもしれません。はい、そんなこんなで音割れしない収録のコツいろいろありますね。深いですね、なかなか。最初からもう一回おさらいしていきますと、ボリュームのメーターを見るっていうことと、あとは2つ目は大きな声で割れないギリギリに原因を合わせるということと、最後はコンプレッサーを緩くかける。これ効果的なのはやっぱコンプレッサーですけど、コンプレッサーない方もいらっしゃると思うので、ボリュームのメーター見たり割れないギリギリに合わせていってください。はい、今日もニッチな内容をお届けさせていただきました。今日は音割れしないように収録するコツをご紹介しています。ぜひ皆さんのポッドキャストが何よりも健やかに綺麗に美しくクリアにいい音になることを心から祈っております。質問がありましたらぜひ YouTube コメント、また Twitter X のコメントでお聞かせください。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの X で毎日ポッドキャスト情報について発信しております。こういったギアとか、ツールとか、また収録編集方法のご紹介しております。番組の感想もお待ちしております。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you byDJ リッキーがお送りしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。Have a wonderful day. Bye for now. This podcast has been brought to you by DJ Ricky.